おっしゃです。はい、というわけでヒカルのチャンネルから見てくれたら分かると思うねんけど、うん、今回実はここ宮古島に来てます。はい、そしてですね、誕生日当日です。はい、ありがとう。そうやね、ありがとう。俺が彼女があれだったるわ。お前寂しい男やん、ほんまに。めちゃめちゃ祝ってくれたな、今日。今日はね、長かった。まあ、このチャンネルめちゃくちゃ長いです、うん、このチャンネルもおそらくあの長いです。もうだからそんな朝食取らへんもんな。うん、まあまあ取るで、でも。いや、行こうよ、2時間尺行こうよ。うん、もういける2時間尺。2時間はいらんわ。いや、だってこの後、実は、うん、マエスさんの誕生日になっちゃうもん。そう、うん、ちなみに、あと1日違い、あと7分で日が変わるんで、大事大事大事、誕生日のリレーなんですよ。そう、これすごいことだよ。そうやね、これすごいやね。で、もう MC すなって。俺喋ろう思ってんのに。ちょっともう喋らんとこ。めちゃめちゃ言われてこれ分かるやろ、この感じ。スパムスパムで。しかも、まあ、サングラスもね、こう一緒の。そう、誕生日プレゼントもらいました。はい、はい、でもなんかやっぱこう会うたびに距離が近くなっていく気がするな。なあ、だから知らん間に光るって呼んでるし、俺もだってマサヒロって呼んでる。読んでね、読んどるやん、マサヒロよくない。なんか問題あるやん、逆に問題あるよ、マサヒロ。だって俺ジョーで売ってんのに。ケイタちゃうやろ。マサヒロっていうのはあの親しか読んでない。ほんまにもうよくないね。だからもうジョーな、ジョーとケイタな、ちゃうやん。ケイタはまだなんかいいわ。なんか正直マサヒロは笑いが生まれる。なんかわからんけど、あ、なんかわからんでもない、なんかわからん。響き的にマサヒロはなんか笑い生まれてます。でも今日めちゃめちゃ祝ってもらって、うん、でもこっからやから、こっからちょっと2日目に続くねんけど、うん、そう、さっきも言ったけど、マエスさんがもうちょいで誕生日、まあ、しかもお互いちょっとまあ酔っ払ってるんで、まあ、正直ちょっとあの半分ブレイクオーで、まあ、俺もまあ正直多分もう覚えてないと思うんで、撮って動画出てるもんな。ワンチャンな、うん、結構語ったね。まあまあいいわ、炎上しても。いや、ええよ。でもヒカル結構熱い話してたで、ヒカルのチャンネルで、うん、いいわ。割と多分ぶつかって喧嘩してちょっと殴り合ったりとかもしたやん。いや、してない、してないな。さすがに盛りすぎ、盛りすぎ、わかるよ、話盛りすぎ。エンタメみたいなことも言えよ。そういうのもあった方がなんか気になるかなみたいなことって、ラリーやん、いろいろあったんで見てください、ぜひ。はい、いや、でもなんかこう濃かったな、ほんまに。ここからもめっちゃ濃いと思うで、明日もあるから。だってもう俺なんかヒカルの家に引っ越すことにもなったり。確かに来月ガチで 何週間もわからんけど住むらしい。うん、ちょっと住もうかなみたいな。まあもちろんこうどっか行くときはどっか行くで。そう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 、拠点の一つに住むらしい、俺の家を。東京の家一個できたなみたいな、うん、それおもろいや。そう、でも前さんもうあと5分ですか。ちょっと下で準備してることがあるんで、こちらで準備してることある。マジっすか。やっぱ僕の誕生日祝ってもらってもあれなんで、こんなモブの誕生日は意味ある。兄弟やろ、兄貴やろ。上やない、上やない。いやいや、モブやモブキャラやで。逃げてるこれは。ちょっと最高最高最高、やばいやばいやばい、これやばない。うん、宮古島の旅行すごいよな。ヒカルチャンネルのマリオが俺やとしたらクリボーぐらいのレベルやで。クリボーの誕生日祝う。何気にすんねん。これ一番やな、懐かしいな、懐かしいな、最高や。しかもこれは生歌やから著作権違反になれないと。いや確かにな、最高や。あ、すごいすごい人だよ、ホッピングアリックス。ありがとうございます、ありがとうございます。よし、じゃあ行こう、行こう、行こう、行きましょう、行きましょう。何しよう、やばすごい、12時になっちゃうけど、皆さんじゃあなんかカウントダウンとかしちゃいますか。カウントダウン来た。あと1分です。あの正直マイクさんもこんな言わんねんと思ったやからちょっと緊張してきてる。あとこれ20秒やな、そわそわしてる。こういうの苦手すぎてそわそわしだしてる。あと20秒やな、あと10秒ね、みんな。おいきます。だから僕の誕生日終わりますけど、9マイクさんの8 7 65 4 3 2 1一緒に
いやいや海外の祝い方ね。すごい18日マユさんお誕生日おめでとうございます。実はなんとジョーブロクさんも昨日もう日付に変わってましたけど18日誕生日だったということでおめでとうございます。まさか2日連続で2人の誕生日。いやすごい。ハッピーバースデー。イエーイ。海外すぎる。すげえ。めちゃめちゃ祝ってくれてる。すごいっすよ。マイさん、あのファンキーだけ。ファンキーだけ。これね、あのフラッシュモードで毎回踊りだすから。やっぱでも、まやすさんがおってこその光るチームだね。それはまあそうやな、だって二人三脚でね、ずっと初期面で一緒やから。唯一やもんな、最初から最後までおるもん。うん、切っても切れない関係だから。いや、だからやっぱまやすさんはね、大事な存在だよ。しかも、奇跡的に俺と一日違いという、うん、こんなんしたらさ、もう毎年これ宮古島恒例だみたいな。いや、だから来年はもしかしたら違う場所かもしれない。だからさ、どっちかが結婚とかしとったら、子供できとったら、ちょっとずつ増えていくっていうの面白い。可能性ある。家族が増えていくみたいな。めちゃめちゃいいね。それはめっちゃエモいけどな、毎年恒例にしてた。いや、だからやっぱ来年も俺はやりたいな。来年やろうよ。やろうや、うん。だからそういう関係でいたいなと思ってるよ、ヒカルと、マユスさんと、うん。やっぱヒカルのわがままを聞いてるのはマユスさんやと思うし。いや、まあ、ほんまお前運良かったな。でも弟っぽいやな、今の発言が。いや、でもなんか夢の、まあ、バーッとまっすぐです。やっぱヒカルがガン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 もう目を見ずにいけるっていうのはやっぱマイスさんの支えあってくるかもしれない。それを追い求めてるっていうのは僕からすると嬉しいですよね。その、だから満足しないんで、ずっとなんていうか夢物語をずっと見させてもらってるっていう。最前線で僕はずっと、まあ、一緒にやってるというか。ちょっとさっき僕ヒカルのチャンネルで、まあ、今後こういうなりたいぞみたいな聞いたんですけど、マイスさん的にはどうなんですか。なんかふわっとでもいいんですけど。マイスの将来とか。そう、なんかまあ今年1年でもいいですけど。確かに金クリボーになるとか。クリボーが。そう。純粋に来てよ。邪魔すんなって。熱い話しよう思てんの。まあそうですね、なんか僕最近なんかそのヒカルと山奥に置かれるロケとかやって、それでヒカルのやっぱすごさとか改めてなんか思って、なんかすごいなと思って、で俺はもうこういうの嫌やと思ってたんですよね、演者とかやって、しんどいなと思ったんですけど、はい、でもさっき言えばジョー君のヒカルのことを聞いて、それじゃダメだなって。俺も新しくチャレンジしたりとか、そういう自分が手段してこなかったこともやって、どうにかヒカルチャンネルを押し上げたりした方がチーム全体も活気づくし、ヒカルの影響力も上がるしとか、ヒカルが得することはやっぱ積極的にもっとやらないとなっていうのはめちゃくちゃ思いました。マジでもうヒカルのために生きてるんですよ。まあ、あれしだから当時のやつね、多分そのヒカルチャンネルっていう部分においては多分やっぱ一番ここが輝くことが僕ら全体が上がるというか嬉しいし、チームイコール自分というか、そうですね、すべてだよ、僕の中で。いや、そらそうや。ありがとうとかあるやろ。血の繋がったじゃんって言う。ありがとうじゃない。俺がありがとうっていうのは、本当に日本に取った時だ。あ、自分の中でな。なるほど。それまではありがとうは言わんと。そこまで旅は続くから、やっぱり。なるほどな。旅の途中では言わん。あ、でもなんか俺はそれを見ていたいわ。道はまたな、チャンネルは違えど、その努力する道はなんか切磋琢磨じゃないけど、これからもたびたびこう光と正弘は混ざってくる。ほらほら、正弘じゃないの。正弘じゃない、なんか間違ってるやろ。ジョーやろ、普通に普通に考えたジョーやろ。正弘っていうの教えたらあかんじゃん、お前。あんまり面白い。正弘教えて面白いって言ったら。じゃあお前もケータ言うとって。いや、それ振っとるやん、正弘は。だからネタにしとるやん。人の名前ネタにしたらあかんねん。振りすぎやねん、ほんまに。じゃあね、それでもな、チンやってネタにしとるやん。じゃあ、別にチンやん、別にニックネームやん。正弘は、お前ケータやろ。でも別にケータって呼んでいいけど、俺ケータをネタにしてない。いいけど、いやネタにしてないし、でもその代わり正弘もネタにしてネタにすな。結構浸透します。正弘読んでええの親だけ。親しか呼ばない。飯田さんもまさにって呼んでる。知ったん、まさ、ああさ、多分知ってると思うけど、まあそれは別にまさにようって俺がまさひろでややこしなる。
ダブルマス、ダブルマス、ダブルマス、やるやろ変なアイドルみたいになるやだからもう今、まやさんとヒカルの愛情もう分かったから、まあ、それ分かったから次行こう。いらね。あとこれも本当にありがとうございます。めっちゃいい写真、めちゃくちゃいい写真でしょ。そう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 、これは宝物にします。宝物、はい、これ、はい、ありがとうございます。行きますか。行こう行こう。ありがとうございました。よし、だいぶ飲んだ、だいぶ飲んだし、食うたし、うん、なんかこう宮古島をもうやりきったと言ってもいいぐらい、うん、一日でやれるほどだいぶやったなと、うん、ほぼやったけどな、めちゃめちゃやったけど、うん、星まだ見てないんだよ。確かに星がねちょっとちらほら出てき始めてて、うん、なんか雷がなんか鳴ってるんで定期的に、うん、星見て寝よ今日はな、うん、星見て寝よ、寝るんだ俺は寝んけど何なんすか競い合いみたいな、競い合いみたいな、戦ってくるんだよ。宮古島がいいとこやから、うん、眠気飛んどるから。あ、ほんま、俺全然まず行く、行こうか、行こうか、まあ、それはそれでええけど一回星見よう。ぶっちゃけめっちゃ眠い今俺、いや全然いけんで、全然そうやん俺はいやほんまに、俺はほんまに明日も仕事やろ。ジョーブログチャンネルの撮影だけやから。あ、そう、まあ、それを除けば言って特別なんもない。だからもうなんもないやろなと思って、なんかもう次 2,3 件ぐらいアポ入れとうかろ。どういうこと。いろいろあんねん、俺にも。いや、もうちょっと休むって言うとね、いろいろあんねん、俺にも。分かったよ、ついていくよ。来んなよ。いいよ、ついていくって。俺がおった方が楽しいやろ。どうだろうな。すぐベロベロに酔っ払って終わりそうなんだけど。大丈夫、大丈夫、大丈夫。まあ、とりあえず星見よう。宮古島、星マジでいく。そのイメージはあるけど。うん。やっぱ星になりたいやろ。なりたくない。スターになりたいやろ。まあ、別に。嘘はつくな。嘘はつくな。いや、なんかそのスターなんて大それたことになれませんから。だからそういう謙遜もやったことないやろ。うん、そんな謙遜するようなキャラちゃうやん。謙虚に聞きたいなと思う。いや、ちゃうやん。まだまだ高みを目指す二人としてな。いや、高みを目指すんやけど、やっぱどうしてもスターなんて僕なんかなれない。気持ち悪いからやめてください。似合わない。難しいよ、スターは。難しい。いや、まあ確かにむずいな。努力はいるよ。まあな、今回ちょっとスターを見て、スターになると誓い合おう。楽しみやな、そんな綺麗な人見るから。人生で見たことない、そんなヤバいの。でも田舎って基本的にこう星めっちゃ綺麗やから。そう、周りが暗いからな。画像にした時にヤバいなって思う。そういうレベルのやつ見たことない、うん、人生。いや、だからその普通のカメラって無理やねん。だから今回こう動画に収めようっていう、あるんや、特殊な動画班が来てくれてるから。えー、すごい、星班がヤバ。この思い出を作ろうや、32歳の。確かにな。もう32やからな。宮古島が良すぎるな、これ。良すぎるやろ、また来るんちゃう。さっきのところがちょっとエグいぐらい良かったな。あそこ良かったな。もうあれほんま最後やもん。どう考えてもな。まあな、まあな、うん、あそこから次のほんまにめっちゃ疲れてからの3次会みたいな感じだから。もうみんな解散したいけど、いやだからいいね、でも今日ちょっとこのまま解散して寝るのは惜しい、だから行こうみたいな。やってるやろ。だからほんま修学旅行の終わりで寝たくない気分になってるやろ。朝の6時のカラオケって感じする。それまた話しちゃうね。から終わりやんそれ、まあ、寝るだけやん帰って。ほんまでもそういうレベル感の場所だったからな、うん、あそこやばかったな、うん、なんやった俺あそこまだ折れたもんな。あ、いや、わかる。あれまだ通じとったんじゃない。いや、でも、うん、せやねん。あれみんな解散したくないから折るやろ、多分。そうそうそう、まだあそこ折ったら俺ら終わっとった。あ、料金どれぐらいなの。え、どんなになってんだよ。あれ自由になんか誰が入ってきても分からへんぐらいのレベルで。そう、もう海外やったな。でもう着いたわ、これほら、ここなんや、ここやわ、星スポット。これ俺らの泊まってるとこがめっちゃ近い。俺ら以外星しかないっていう環境や。結構橋の方来たな。なかなかないで。行きますか、じゃあ。よっしゃ、行こう。あー、すごいわ、あるわ。おすごい、めちゃめちゃあるわ、星。ええー、ほんま、すごい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 、めちゃめちゃ星あるやん。え、これすごい、すごい、わからんな、これ。星の映像こっちで行こう。うん、あ、あれエグいな。あれがだからあれ、獅子座流星群っていう。嘘つけ。あれペテルギウスやし。絶対嘘やん。デネブ。適当に言ってる。いや、マジマジ、俺結構めっちゃ賢いから。ほんまに言うと。ほんまほんまほんまに言って、めっちゃ賢いから。嘘つけ。あれ北斗七星。絶対嘘。いや、マジやで。嘘つけ。え、マジっすよね。マジっす。いやいやいや、ここ一応天の川が。あ、ですよね。はい。ほんまかいな。マジマジ、俺めっちゃ詳しいが欲しい。え、マジでマジで。え、それすごいで。聞かれたらどれか答えれる。めちゃめちゃこれ、俺結構やばいでこれ。ちょっと奥の方で撮影しましょうか。はい、行きましょう、行きましょう。これキーなんだ。あ、オッケー、じゃあ硬くも硬くも意味わからんね。意味わからんじゃない。なんか今までの何やって硬くもの意味わからん。もう正直何、どういうイメージ。なんかこう背景あって、どういう世界観、俺らおって、ちょっとなんかロマンティックな感じやん。じゃあ一回撮ってみましょう。いきます。はい。えぇ、うわぁ。えこれは、ちょっともう一回も
これもう合成写真でしょ、絶対。よく言われるんですけど。ええー。合成写真。いやいやいや、こんなだって見え、俺らの目。ほらほらほら。普段で見えてないじゃないですか。見えますよ。ほらだから、カタ君撮った方が良かったやろ。これ一回全員で撮りましょうよ。全員で撮りますか。お前さんも、笹毛さんも、深夜も、もうみんなで、みんなで。じゃあ1枚いきます。はい。光ります。OK です。めっちゃいいですよ、めっちゃいいですよ。ほんまかいなほんまかいなってすごいな青春です。こういうサービスやってるんですかこれ。あ、これ星空フォトみたいなのやってます。あ、これ嬉しいやろな。確かにこれえぐいわ。やばいもんね。カップルとかでさ来て写真撮っときたいわなこれ。うん、これはなかっこいいもんこれ。結構ここでプロポーズされる方も多いですよ。まあですよね。いや最高でしょ。もうありがとうございました。ガチャガチャ。ジョブロック。さあ、ただいま。ただいま。あー、疲れた。ビラやで。疲れたな。うん、とりあえず、どこで寝ろ、疲れた。どこでいいよ、まあ、リアルに。あんまに。まあでも、今日はほんま、ありがとう、マジで。いや、どうしたことだ。楽しかったわ。明日はまたあるから。うん、ヒカルのチャンネルでいろいろお祝いしてもらったんで、うん、あのジョブロックの視聴者さん、ヒカルのチャンネルで見てください、いろいろ語ったりとか。まあ、だいぶ濃いからな。この動画も濃くなる気がするけど、うん、相当濃い。明日の明日があるけどな。しかも俺のチャンネルって結構ほぼほぼ流すから、うん、相当は撮れたから。めちゃめちゃやっとったな、ほんまに。だから2日間、うん、明日もある。もうみんなもう疲れてるやん。林さんもそれだけど。いやいや、楽しかったです。大丈夫ですか。大丈夫で、全員スパムの格好してる。これみんなも全然直そう。あんたもほら見て、これスパムで、すごいちゃんとね。だから俺こっから寝るつもりほんまないからな。まあ、ヒカルってこのそういうタイプがあって、こういう遠征でテンション上がった時にヒカルこれです。うん、いや、もういいねん。マジマジマジ。うん、いや、分かるけどな。こういう時だと止まらんから。ちょっとバイオグラ飲む。薬飲む感覚でバイオグラ飲むな。じゃあ俺はこっち行くから。うん、俺もそっち行くわ、ほんと。え、マジで。マネしない、俺もそっち行くわ。俺もこっち行くわ。俺もこっち行くわ。ありがとう、今日は楽しかった。マネすんなよ。マネしてない。俺のマネしてるの。一回こう寝て。一回寝んで。おやすみ。俺こっちに行くわ。去年そっち行こう。なんなの。もう来んなよ、もう。何やねん。ちゃ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 。この距離でええやろ、別に。ええと、一緒に寝る意味ある。あるよ。気持ち悪いよ。どっちに寝たいん。じゃあ、ほんまに決めて、決断して。どこで寝たい。俺あっち、あっちにするわ。俺ガチで。じゃあそこで寝よ。一回寝て。ちゃんと寝て。俺寝かせるから、ちゃんと見るから。寝るところ星とかいっぱい見て、今日楽しかったよな。ここでこれですごい寝方やな。これでいくわ。じゃあ俺これでいくわ。いやいや、もう言ってもほんまにそれマサヒロの悪いこと言うとこ。それ一番悪いこと言うとこ。どこどこどこが悪いとこ。なんかそれ、そういうこと中学生でもやってそう。前も今現代でやってんじゃん。確かに、なおでやっとるのやっぱ嫌。でもな、今日ほんま楽しかったで。ありがとう。明日な。うん、おやすみ。寝るシーン雑やなこれ。もうちょっとなんか演出演出できるやろ。この格好ねえやろ。いやでもまあここ寝心地良さそうやな。このベッドとかここはマジでいい。めっちゃ眠くなってきたな、ここのベッドじゃ急に。なるやろ。とか眠いずっと言うとって。ラーメン食いたい気持ちもあるけど眠い気持ちも両方ある。もうあと喋ってね。一回寝るわこの俺。協力して。集中する。寝ることに対して、まあ、ええー、誕生日やったってことやわ今日は。また来年もよろしく。聞いてる。寝ろよ。お前も寝るよ。うざがられるタイプやろ。一緒に寝ようとして女のことを寝ようとしたら、やけにずっとしゃ語りかけてくるタイプのやつやな。ああ、違う違う違う。全然違う違う。俺いざなうから、うん、ちゃんといざなう。聞かれはあれやろ、女の子がもう寝ようって言ってんのに、そういう感じのタイプやろ。楽や。違うよ、お前まだ起きてるタイプやろ。まあ、俺寝るの基本遅いからやろ。まだ寝るから。よし、じゃあおやすみ。おやすみ。じゃあまた明日な。じゃあ皆さんおやすみなさい。皆さんおやすみなさい。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。おやすみ。お疲れ様でした。おやすみなさい。こいつは消えへん。こいつは消えへん。あ、ここや。おやすみなさい。おやすみなさい。
す。飲みまくってたよ。飲みまくってた。一生飲んでましたよ。え、そうなの？覚えてないの？じゃあどうやって寝たか。いや、マジでめちゃくちゃおもろかったっすよ。僕めっちゃびっくりして、まあ、帰ってきて、まあ、ちょっとまあ携帯いじって食うたらしてたじゃないですか、うん、寝ようかってなって、うん、じゃあ電気消しますねっつって、うん、僕ここベッド立って、うん、んでもうここっすよ、ここの電気、うんうんうん、ベッド立ってここの電気をパチッて消してここ戻ってくる間にいびきかいてましたよ。ちょマジっすよ、ほんまに伸びた超えてる。もう楽しすぎて限界超えて、うん、電気消しますね、覚えてるわ、残像のように消します、ね、ほんまにそうやで、聞くことにより限界超えてたもん。もめっちゃおもろかったもん。嘘か、嘘やろと思ったもん。いかん、準備してるか、うん、電気めっちゃ最高。あ、なんかあるし、うん、知らんかった。いや、OK っす。おはよう、ニュースやろ、サングラス最高だった、俺がさっき言って。だから再確認、だからもう一回聞いてみる。似合ってるね。でもほんまにええわこれ、うん、これ使うわ、うん、使った方がいいで、ほんまに紫外線のことも考えたら日焼けするし。え、だからその紫外線で拭けんねやろ。そうって言われとる、目からも入るから、うん、それはようわからんな。確かでも調べたら出てくると思うんですよ、目からなんか入って、うん、老化していくらしい。でも多分俺ら狭間やもんな、ね、今。うん、だからその油断したらほんま多分5年後とかめっちゃ片方受けてめっちゃ片方分かる、そういうのもありえるから。ありえるな、うん、だって地元の友達とか久しぶりに会ったらもう、え、おっさんやんってなの。いや、そんなわけやから、うん、もう仕方ないな、そういうのは。めちゃめちゃ気にしてるやろ、光は。俺はめっちゃ見た目大事やもん、なんか気にするようになったもん、こんな話をするようになったもん。見た目かっこいいとさ、その人見た目にも努力してるんだって、その見ただけで努力してるってことが分かるのも強いと思う、うん、内面的な努力とか、うん、じゃあこれどうするの、この後。じゃあもう飯行こうかなって、晴れって。行くか、行こう。昨日夜中も食いたけど全然。そう、あ、うち行くかよ、電行こう、行きますか、行こう、飯食いに行こう。引っ張っ、もう男の部屋って感じになったな。ジョブロック、飯行こう。ありがとうございました。ありがとうございました。宮古島良すぎるな。俺結構日本の旅行の中のトップ3に余裕が入ってきてしまうっていうか、うん、あの最後のレーベの村はナンバーワンかもしれない。もはやでもあれもう海外だよ、うん、あれはすごいな。海外の空気感で全員日本人やから、もう違和感やと思う。シャボン玉ってあんなおしゃれになるんやろうか。でもスッピーしかなかったな、やっぱうまいし、バカボンぐらいよかったな。なんか何が能力の中で一番欲しいって言ったら、一つ能力もらえるんやったら来たかもしれない。俺は3本言っとったけど、誰かも言ってたな、私、うん、歌最強やもん。最強あの場で歌えたらと思って。磨いて磨けるもんちゃうやん。持って生まれたものもあるからな。で何欲しい、一つ欲しい。いやでもやっぱトーク力やな。あー、いやでもそれ持ってるやん、うん、いや磨いていってるやん。いやまず持ってへん趣味のトーク力欲しいの。笑いがめちゃくちゃ取れるとか。あーそういうことか。そういうのトーク力が持ってないから欲しいんだとか、うん、あーなるほど。トークを極めたいというか、うん、この人が喋れば、うん、大丈夫って思わせるぐらいのトークに。ああそうか、神の声。いやだから今もなおトークを磨いてる、磨きたいという欲しいって思うんがやっぱすごいわ。誰に俺一番憧れるかって言ったら、やっぱ俺はやっぱ喋れる人に憧れてしまったから、うん、そうなってまうね。昨日さんまさんの話してたけどな、しんすけさんからもさんまさんに行きつつある。いや、なんてやろうな、難しいけど、実際俺会ったことないからしい、うん、能力的には憧れるのは真実なんだけど、うん、トークの、うん、よどみない、なんていうか、巧みな話術、うんうんうん、ある種宗教かのような、そやんな、あれがめっちゃ好きだけど、うん、人間性で言ったら、うん、さんまさんの人間性はかっこよすぎて、かっこよすぎて、まって言うよな、新幹線でどこであってもってことだろ。でもあれってさ、さすがに言い過ぎなんじゃないと思うやん、うん、も俺もそう思ったし、うん、あれが言い過ぎじゃないぐらいもっと謙虚。でも そんな人しびれたな。自分がだからどんだけ偉そうに生きてるんだろうと思ってしまう。思ってしまう、思ってしまう。だからナンバーワンなんだよ。うん、いやそうやろ。だからもうあれやろ、もう生まれ流れにしてやろ、天性だって。でもなんか似たような気質あるような気がするけどな、今日は。持って生まれた気質は人気じゃない。いやなんか明るそうな、ラフやで、俺もラフやけど、もう何でもずーっと喋ってみたいな感じじゃないな。いやあれはでも化け物だよ。うん、いやだからその俺のよく一緒におる花毛のおばちゃんと、ああ、一生喋ってんの同じ感じやろ。そう、多分その感じなんやろうな。一生滑らへん花毛のおばちゃんじゃん。
そう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 。だからその光が西成来た時滑ってるでみたいな言うとったやん。一生滑らへん。やったら化け物やもんな。それでいて国民的な知名度を誇ってるっていう。いやすごい謙虚っていう。かっこいいからね、実際結局な。だからもちろんこうなんか圧倒的オーラがあって誰も近寄れへんっていうかっこよさもあったりするけど、どっちもかっこいいっちゃかっこいい。こうなんか帝王みたいなかっこよさと誰もが親しみやすい。うん、だからその親しみやすいスターになりたいの、ずっと同じ目線で。だからこう怖いね、エゴるんが怖いから、天狗になるんが怖いから、いまだにだから俺電車とかも乗るし、電車俺元から乗らへんねん、そもそも電車は乗るような生活じゃなかった元が。だからお金稼ぐ方が前から電車乗らへんかった、だから車か、そう元からでもいなかった車やったから、うんうんうん、電車がそんなになんか好きじゃない、うん、だからここ全然違うよな、その生活のスタイルみたいな、うん、全然違うな、電車かチャリやったから、いまだにだからチャリやったかな、右が取るな、ブルータートル、はい、おー右が取るな、景色めちゃめちゃええらしい、うん、すげえ、雨うん、でも多分通りやめたな、うわー、近い、怖い、癒されるわ、雲の形がなんかさ、うまや、すごいね、ちゃうな、はい、ありがとうございます、はい、はい、そうですね、はい、はい、はい、ありがとうございます、失礼いたします、ちょっと、うっそ、骨のお肉になっていて、ブルーツパックもできますので、焼き加減気になりましたらおっしゃってください、出ますよ、見るとやばい、完璧やな、宮古島と景色とこんなうまいご飯も、ではいただきます、いただきます、結構値段しますからねこれ、1万ぐらいしたね、まあ、でもこのレベルやと思うわこれ、そんなええ肉俺普段食えねえの、寝起きでこれ食えるっていいな、やっぱ旅行やから無限に食えてまうな、最高やな、飯がやっぱ楽しみやな一番、うわ柔らかめっちゃ柔らかい、てかもうこれこれでちぎれるレベルで柔らかいかも、うまいな、うん、柔らかっ、さすがにこれは柔らかい、味わっていこう、寝起きでこの BGM に子供たちの声聞きながらこの景色で食べるというね、ああ本当にこれはねええやで、うん、VIP VIP 景が絵画、うん、昨日のことが嘘のように走馬灯みたいな感じだわ、まあ、本当はねそれで言ったら走馬さんも誘ってたんですけどせやんな、走馬灯で終わったな、うん、イベントって言うとったもんな、うん、たまたまねタイミングが合わなくて、うん、いただきます、めっちゃうまいよこれ、えぐい、うま、肉食った、うま、うま、うわ、やばいわ、やばい、もう腹壊すわ、逆にこれは西成にはない、うん、そりゃすごいでしょ、うま、普段何食ってんの、ウーバーイーツやな、あ、ウーバーイーツ、俺もこういうとこあんま来へんの、なんかそういう飯とか気使えへんの、これ食いたいとか体にええもんとか、唯一馬刺し食いたいって食うぐらい、馬刺し、俺馬刺しめっちゃ好きやから、そうなの、うん、それで馬刺し選んで食うみたいな、うん、へぇ、あとないな、マジで、これはうまいな、うん、太るわ、太れへんやろ、俺は多分あんま太らんかな、いいな、すぐ太るからな、でも今回の旅行で多分俺また2キロぐらい太ってんやろな、そんなに、そんなそんな、めっちゃ増減激しく、うん、だから俺普段1日1食やん、あ、そうだね、でも太って痩せて繰り返さん方がいいらしいじゃん、なんでそれが老けんねん、老けにめっちゃ詳しい大事やけどな、なんで老けるかっていうのもあって、うん、太るやん、うん、そしたら脂肪細胞っていうのが増えるらしいんで、うん、痩せるやん、うん、脂肪細胞はそのままらしいん、うん、根本的に、うんうんうん、でしかもたるんだりするやん、うんうんうん、だから芸能界でも、うん、ずっと若い人ってずっと体型同じ人らしい、で一番良くないのって太ることじゃないんで、うん、太って痩せること、だから痩せて太ること、だからこの体重の増減がプラマイゼロやったら同じ体型なら問題ないんやけど、うんうんうん、60キロは60キロキープとか70キロは70キロキープがめっちゃ良くて、60、70を繰り返す人は老けていくらしい、めっちゃ、だから芸能界とか見たら確かに同じ顔の人って体型同じやん、うん、確かに急激に痩せた人って老けるよな、そうそうそう、太ったら俺なんか若返るような気すんねんけど、肉つくからなんかシワとか減りそうやん、うんうん、まあな確かに、うん、老けんの良くないな、若々しく生きたいな、見た目も、うん、健康も、うん、最高これ、うますぎる、やばいわ、ジョーブログちょっとこっからな、ちょっとジョーブログ感出そうかな、左ちょっと冒険感出そうかな、現地人しか知らん洞窟みたいな、雨降ってきたし急にジョーブログ最悪のコンディションって大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、洞窟行くんや、洞窟行くコウモリとかある、
ワンチャンな夜ちゃんから寝てる。俺でも洞窟結構嫌いじゃないかも。あ、ほんまに？ドラクエとかよく行くし。あ、そう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 。だからゲームの世界やな。ガッ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 。だからちょっと実際に行ってみよう。サトウキビの背の高さすごいな。どこに？俺らぐらい背あるで。ほんま、うん。この感じ。沖縄来たことない。さっきから見たすごい。サトウキビの。うん、やばいな。やばいやばい。背の高さ。うわあ！やばい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 。ジェットコースターアトラクションこれ。ジョブルー感出てきたよ、ちょっと。盆栽みたいな木やるで、見て。かわいいあの木、何あの木。盆栽やん。これだけ見たらちょっとアフリカ感であんまんな。確かに。日本じゃないんやな、宮古島。さっきの背景もハワイやったしな。マジですげえと思う。道なき道っぽいとこあるんやって、それそこそこ。ああいうとこ探検行ったら面白そうやな。いや、だからもう今から行くとこも、だから観光客知らんらしい。現地人しか知らんっていう洞窟みたいな。だからほら、もうこの辺も誰もおれへん。砂糖厳しかおれへん。観光客知らんって、そういう魅力的な場所じゃないって絶対。逆じゃん。さすがに観光客好きになるやん。この現地人しか知らんとこでやってた。でもなんかこう勝ち取ったか風の噂で回るやん。うんうん、なんでしたら宮古島さ来てさ、うん、またいっぱい行くよとかそのさ相当マニアックなとこ行こうとするだからそれがジョーブログやねんて。なるほどね。誰も行かへんところに行くと。そう、あえて行こう。地元民しか知らんみたいな。なるほどね。来たなるやん。道が険しなってきたわ。だん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 、なんか心霊スポットとかありそうやもんな。ここあるやろな。めちゃくちゃ細いもん。車の大きさに割り合ってない。もう道やばいもん。ここもほらなんかモニュメントあるやん。ここっすね。着いた。降りたくないな。そう思ってるやろうな、思ってたよ。降りてや。冒険やで。冒険の始まりやから。なえるな。なえるな。ルドクビア。これ洞窟。何やこれ。わかん。俺も。これは無理やって。ここっす。道じゃないやん。だから洞窟やから、はい、そう。安全保障されてる。保障されてる。大丈夫大丈夫。安全ではあるよ。いや、これは無理や。クマとかハブ折れへんし。これは絶対無理。いけるよ。これは無理や。いけるって。ここまで来て。上から覗いていいか。そのドーナツとかした。ああ、この現状見たら分かるやん。これ無理ちゃうやん。これ道じゃないやん。ここや、ここや。これ溝や。ここっす、ここ。ここ入っていきます。これ溝やで。道じゃないで、これ。まあ、でも溝って道やねん。ここ。無理すんなよ。ほら、これも来た。え？なあ。あ、確かに。洞窟、向こうですか？そうです。あ、ここから降りてきます。いけるこれ。やばい。ジャングルやば。でもプーンにも子供を見せられたもん。カリーはちっちゃいからね。行こうか。これでかいカリーやで。なんで？すごい。いや、誕生日やからもうそれぐらい聞いてよ。もう終わったよ、誕生日。もう終わったか。嫌やな、こういうの。俺マジこういうの嫌いやねん。虫とかおるやん。早く入って。おそおそおそ。はい。めっちゃ危ないぞこれ。これめっちゃ抜かれとるから、ほんまに足は危ない。気付けてよ。ほら、滑ろう。これ持った方がいいでって、これ。ほんまや、ちゃんと抜かるんだろうな、これ。結構危ない。結構気付けやわ。ちゃんと冒険。帰ろう。想像以上、じゃあもう来てもうと。じゃんけんせへんじゃん。ほんまに、じゃあもう分かった。じゃんけんで決めよう。負けたら行くわ。オッケーオッケー。俺が勝ったらほんまに帰ろう。オッケーオッケーオッケー。もうこれガチの勝負。ガチの勝負。ほんまこれマジやから。うん。最初上げる。じゃんけんぽい。ああ。ガチやで。ガチやろ。うん。俺ほんまに帰るで。オッケー。俺空気とか読まんから。オッケーオッケー。最初上げる。じゃんけんぽい。うわあ。いい勝負するな。いや次で決まるな。ほんまに空気読まんで俺帰るで。いやほんま空気読まんでいいよ。これはもう勝敗やから。最初上げる。じゃんけんぽい。うわあ。帰ろう。マジで帰ろう。お願いや。お願いや。一緒のお願いや。使う子で一緒のお願い。使う。いやそんな行きたい。うん。ここまで来て俺引き下がられへんの。確かにね。動画的にもやん。あの子供持ったしな。それなりになんかこうヒールの女の子持ったから。ありがとうよ。またここにも来たって。
しようかな。結構なんか有名なとこなんだやっぱ。意外とやな。こんなだってさ、天候悪いの来るとこじゃなくて、なんでここにいたの。なんかほんまにパワースポットに力があるってことこの辺。勝ちたかったな、さっきのじゃんけん。まあその辺がやっぱな。悔しいなあ。俺もこれで好感度上がったわ。結局この後じゃんけん勝ったの言ってくれるんや。これ言うからプラマイゼロな。それが俺のやり方。どうせ行くことは決まっとったんやけどな。あえて行きたくない雰囲気出すことで、行った時の好感度上げる。これめっちゃ危ない。ちょっと待って、ほんまに危ないよ。いやこれワンチャンほんまにさ、こけたらめちゃくちゃ危ない。危ないですね。これ持ったらあかん。めちゃめちゃトゲトゲしてる。罠もあるね。めっちゃバラのやつやわ、これ。下手して死ぬレベルじゃないこれ落ちたら。うん、これは危ないっすね。いや、なんでこんな危ないの行こうとしたの。お前バカな。冒険。冒険に貴重なつけんねん。ほんま、だからユタボンみたいに生まれるの。別にええやん、ユタボン生まれた。いやいや、これ結構危ないぞ。結構危ない。いや、ほんまに危ないぞ。うん、だから俺も結構想像以上やった。だからいつもやらんようなこと今回やろう。これで怪我してどうするの。ほんま落ちたらほんま終わるで。落ちたらあかんで。これめっちゃ危ないよ。めっちゃ危ない。ほんまに気ぃつけてよ。カメラや。うわ、ここ怖っ。インディ・ジョーンズの世界観や。やばい。もうやば。すっげえ。よいしょ。いや、マジで危ない。すごいとこ来たって。すごい。危ない。危ないね、ほんま。これは、蜘蛛の糸みたいになるってさ。やばい。地獄に耐えたら雲の時代とかあるぞ。パワースポットらしいです。すげえわ。ほんまに。これはマジすごい。俺は最強になる。俺は最強になる。俺は最強になる。もっともっとビッグになるぞ。すげえ面白いな。何やろ。表現できんの、うん、思った以上やった。卑怯やな。ほんまに思った以上ってびっくりした。どういうあれがあって作られたやろ。でもほんま光っぽくなくてめっちゃいいわ。これ絶対誰か大事故で怪我しとるやろ。これは、うん、誰か骨ぐらい折ってそうやな、うん、てか多分マネジャーほんまいいと思う。めっちゃ危ないもんマジで、うん、パワーもらったよ、うん、パワースポットらしいからほんまに。俺こういうとこほんまに来へんから。自分の命の一見感じるとこ絶対行かへんってことは、うん、いや来てくれてよかったよ。好感度のためやな。じゃ結構いけるやん、うん、ちょっと次の方も来たんで、うん、行こうか行こう行こう。あのね、ちょっと気ぃつけて気ぃつけて上がろう、うん、上の人落ちたら下で行くか、うん、ドミノ剣士あ、そこなん。え、ちょっと待って、ここ行かないと。俺ちょっと登ってもうたんやん。あ、そこなんやね。そこか。だいぶ手前やったな。ここまで行ったら、なんか全然違うとこで俺ら手上げてたって願い事やった。すげえ、なんか聖剣伝説みたいな。あ、ほんまや。感じするわ、これ体重ここの中も、多分ライトまであるから帰れない感じだね。あ、あるんすよ、一応道が怖いな、でもえ、これどういう場所なんですか。戦時中の防空壕やった。あー、なるほど。それがそのまま残ってるらしい。こっちも道あるしな。でも意外になんか生物来らへん。確かに神聖な場所すぎてなんか生き物来らへんパワーもらった、仕事がギンギンや。どう感じよ、俺も感じとこ。パワー感じんな。うん、感じた感じた、吸収した。で、ここめちゃめちゃ流行ってるかもしれない。確かに足の滑り止めのある靴と、うん、手袋かなんか持ったうん、そしたら全然違うやん。確かに、うん、あ、ありがとうございます。どうやって知ったんですか。妹が宮古島川市。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。死ぬ時は一緒なんだよ。俺、光がこう上から落ちてきたらちょっと横になる。勘定。あの、手広げながら落ちるから。一番勘定。めっちゃ。ほらんやん。そんな帰りたかった。早すぎんねん。帰りの時めっちゃ早いやん。めっちゃ雨降ってるやん。こっちからか。こっちやで。ステーキのカロリー消費したな。したな。やばすぎ。パワーもらったわ。二度ともお前ともう旅行行かん。運良くなったやろ。いや、きつかった。ヒカルチームにはなかなかない。絶対ない。絶対いない。いや、俺もな、もうちょいソフトやなと思ってた。かなりのハード、上級者向きやった。これは結構、上ブログ行ってきた中でも、ハードな方だ。いや、ハード。いや、危ない。確か危ないな、ほんまに。シンプルに危ない。冗談抜きで、足滑らしたら終わるぞ。そうそうそう、ぬかるんでて、今日雨で。でも、ようあのみんな行ったな、あそこ。うん、ほんまあんなこけて終わりじゃない。うん。みんなパワーもらいに行ってんねん。子供とか絶対この方がいいよ。うん。子供ちょっと危ないな、あそこ。マジ危ないと。子供はやめた方がいいかもな。うん。雨の日はダメですね。うん。雨の日は絶対危ない。あと、いや、でも生きててよかった。ちょうど雨もめっちゃ降ってきたし。ちょっと次行こう。次もうちょいソフトなやつ行こう。
いやいや、でも順番アホやろ。お前順番アホやろ。ソフトの暴言こついて逆やろ。いやでも一回これを感じ取ったらもう次簡単やん、どこ行っても絶対これハイブランド見ましょうね。もうこんな靴も見ましょう。めっちゃ汚いよこれ。いやそれはな、なんかごめんな、ズボンちょっと申し訳なったわ。ズボンめっちゃ掘れとる。お前うわなんかごめんやで。ちょっと舐めてた。冒険とはいえ、ジョブロック。さあ最後、うわ熱い熱い、最後灼熱やけど、もう最後もう宮古島の熱い、一番熱いとこ来てる今。もう海で見納めよ、風景で。うわこれえぐいな。うわ色違ったのかな。綺麗綺麗、ほんまに。ほんま楽しかったわ今回。いやいいな、うん、たまにはな。島ならではのやつだから、もう一回来たいなと思わせてくれる魅力があった。宮古島をあった、いやほんま最高な思い出ができたわ。これは確かにな、若いうちに来るのありな気がするな。バイトしながらね、宮古島旅行する子とかもいるらしくて、言っとったな、リゾバでな。そうそうそう、リゾートバイト、めっちゃええやん。すごいな、寮借りて、うん、宮古島で遊びながら宮古島で働くと、すごい経験やけど。それバイトはそのまま海飛び込むみたいな。なかなか、だから光っぽくない絵面が撮れてよかったわ。いやな、俺こういうところから避けながら行ってきたからな、32年間。うん、今日、ハードな動きしてきて、うん、結構エグいもんな。疲れた。疲れやな。旅行疲れ。旅行疲れなんかな、あの洞窟疲れな気がする。あの洞窟終わってから、一気にドーンってきたな、ほんまに。精神的にもな、使ったもん、エネルギーな。あれやばいな。うん、持ってかれたもんな。ああいうのを繰り返してやっとるのはやっぱちょっと驚異的やな。ジョーブログの冒険を垣間見た、うん、すごいな、旅しとる人すごいわ。いやパワースポットでパワー持ってかれんだって。だって俺がパワースポットみたいなのがあるから。あ、そうパワー持ち取った俺が。どういうことやね。いやでも楽しかった、ありがとう今回。ありがとう、こちらマジで思い出になったわ。まあ誕生日おめでとう、うん、俺来ると思ってなかったから宮古島に。まあやっぱ行きたいとこ行かないと面白くないしな、うん、まあ、俺も普段行ってなかったし、うん、やっぱ同じようなとこばっか行っとってもなんか似たような景色になってもらうから。もうちょいで光るだけ帰るやろ。もうちょいでとか言いたいとこやけど、あと4時間ぐらいあんねん。時間ミスっとるんやろ。いやだからそれは休憩して、ね、俺も見送るから。俺らだってもう一泊すんの、うん、うん、らしいな、うん、次はまあ東京で俺の家に来るみたいやから、うん、泊まりに行くで。その時はまた多分何かして動画多分回すと思うんでね。見送るわ。帰りますか、じゃあ僕たちは。ああ一足先に、よし帰ります。急に。待て気付けて。ありがとう。ありがとうございました。いつでもおいで、宮古島。いつでもほんまおいで。来年も待ってんだよ。気をつけてください。なんか俺、新鮮やな、いつもあっち側やのに。確かに、ほんまやな。行く側やのにな、うん。見送られる側っすもんね。ありがとうございます。よっしゃ、行こう。うん。じゃあ、無事見送ってうん、俺らで一泊やね。そうやね。っていうのもマジで航空券が1日ずれただけで関空行きの方がめちゃめちゃ高くて、うん、で俺らちょっと航空券取るの遅れたから、うん、だからやったらもうこの際、まあ、俺も誕生日、まあ、もう続いてるようなもんや、うん、宮古島やし、うん、そうだからちょっとまあ夫婦水入らずやめてくれよ。ちょっとビラ取って、はい、もう一泊しようっていうことで、はい、だから一回ちょっとだからビラ帰って、うん、あのビラめちゃめちゃ良かったな。やばい、したけどやばい、うん、バーベキュー待ってるらしい。うんうん。2日連続バーベキューやけど、うん、そう、多分美味しいご飯、ごちそうな、うん、堪能できる感じやから、俺らはちょっと腹伸ばしてもう一発します。はい。ジョブロック。あー、ただいま我が家に帰ってきたわ。うん、今回宿泊するのがこのサンゴエイトっていうビラでーす。はい、これシーサーって、うまい。最近チェックインしてるけど、めちゃくちゃ綺麗。そう、ここをなんと今日一棟狩りしてます。まあ、一棟狩りからやけど、もちろん、うん、ビラやからね。長いよ、これ一軒家きれい。ほんまにちゃんと飾って、もう自分自身になってるやん。違和感ないしよ。ちょっと部屋紹介する、うん、しましょう。こんなとこ泊まって直すみたいな。まあ、宮古言うたらな、ビラとかもあるやん、うんうん、結構。あー、だからほんまにめちゃめちゃ綺麗な一軒家を、めっちゃ綺麗、うん、こうそのまま借りましたんで、乾燥機とか洗濯機とか洗剤とかも全部ついてるやん。こっちはお風呂広っ、ダイソンアメニティもドライヤーって、えほんまそう完全に。お湯ないすなよ、お湯ないしってすればええやろ。いやいいするところやん。じゃあいいけど、これもええよな、このうんなんていうのダイニングキッチンっていうの理想
理想のキッチンです、カウンターで、だから何人かで泊まれるところを今回特別に僕たちね、設定させてもらって、これ泊まってるけど、はい、寝室でございます。おい、うわ、さっきちょっと俺ここでゴロンでしたから、はい、白いって言うけど、めっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗、真っ白、うん、全部一回もうこれ舐めたんちゃうかぐらい舐めるか、ほんまに綺麗、こっちもほら、ちょっと広すぎる、広すぎる、めちゃくちゃ広い、めちゃくちゃ広い、すっごいよこれ、だから俺こっちで、あ、じゃあ俺あっちや、先に来るんだから、はい、で、僕こっちでこっちでいいんじゃん、そうですね、それでもええってことや、それでも余んの、それでもええじゃなくて、さすがにそうするでしょ、なんでそんな、なんなんでこっちも部屋あるのに横で一緒に寝る必要ないでしょ、いらずやん、むしろワンベッドやと思ってたで俺こっちの、どういうこと、これで2人で寝るってことですか、ワンベッドで2人やと思ってた、なわけないでしょ、なわけ、でほらここもソファーがあって、ね、リビングやけど、でこれほらこっちでプロジェクト、えぐい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 、ほらこれな、うん、今回はだからまあまあ誕生日やからな、もう2人で今回は泊まらせていただきます、はい、で、ここやな、うん、いいですね、よっしゃこれ見て、もうやばいってすごいわマジで、見てなんか宮古島ってほんまに リゾートで、今回リゾート味わってるよな、めちゃくちゃ、いややっぱたまにはこういうのすべきやわ、うん、気分が上がってるわ、うん、なんか普段とまた違う感じの動画やけど、うん、めっちゃええよ、ええやん、めっちゃいいほんま、あ最高やん、で、うん、これもええんでいけこれ黒い、うん、ジャグジー、ジャグジー、ボタンついてんの、うん、ここで宮古島が堪能できるわけだ、うん、最高や、すごいよマジで、うん、ほんまにカリフォルニアライフか、ちょっと海外みたいな、ほんまに、うん、じゃあちょっと一回乾杯してステーキ焼くか、ここで、うんうん、なあ、乾杯、乾杯、オリオンビール、うん、あーオリオンビールの味がするそうそうやろ、うん、オリオンビールなんかうまいっすよね、うん、なんか甘いよな、うん、ちょっと焼いていくわ、うん、ああそういうのちゃんと分かってんねやどれほど俺は肉焼いていいんだろういろんなとこでやってるのが多いけど、ああいやいやいや似合ってるバーベキュー、うん、似合ってるっすよ、ええな、誕生日一番初めにチミヤとバーベキューが2人でいいやん、こんなに、キャピキャピした空間でなみんなでほんまこう男女とかで、普通はそうでしょうね、8人とかで、うんうんうん、夏物語するようなところで、うん、絶対楽しいな、ね、みんなで来たらな、してえな、してえや、マジして、俺もそれはしたいわ、じゃあ焼いてくれ、おいっす、うわっ、ジュー言うとるわ、絶対うまいやんこれ、マジでいいな宮古島、うん、やばい、で宮古島はやっぱ肉がうまい、うんうん、肉がうまいマジで、野菜がね、なんか見たことない野菜が、あーこれ、なんなんこれ、宮古島の野菜って言ってたから、そう、なんかいいな、うわ、めっちゃええ匂い、いや、箸小さ、子供親やで、それ、なんか悪い、いや、悪くはない、使いにくそうやな、思って、いただきます、ほい、うまーうめやうますんげー、やばい持ち帰ってるんやん、箸、うん、食うていいよ、食うていいよ、ほら、いいっすか、パパーってやって、ペペってタレ飛んだやつ、俺のここに、ほら、ここ、あ、マジですか、ごめんごめん、いいよ、いいよ、いいよ、うまっ、うまいよな、うん、え、肉やばない、うん、マジでうまいわ、白飯バリ欲しくなる、え、あ、そうやな、うん、用意してくれよってな、いや、成功に楽しい32歳遅れました、本当に皆さん、ヒカルのおかげで、うん、なんかヒカルと一緒にヒカルの撮影で、あのリムジンの中 で、うん、で次どうする、え、てか次俺誕生日やわ、9月、うん、なんか1ヶ月ごとに撮ろうかみたいな話になって、下りの時かな、うんうん、30秒、え、じゃあどっか行こうや、せっかくだから、うん、で、俺が多分行ったことないっていうか、うんうん、あんまりこう行ってそうじゃないところ、うん、普段撮影で、酷、うん、なことばっかとか、ディープなとこばっかとか、うん、よりもちょっと違った絵面で、しかもなんか彼も行ったことなくてみたいな、うん、やっと宮古島かなみたいな話になって、今回この宮古島旅行が実現したけど、いやほんまに想像以上に思い出やったわ、ほんまに、うん、マジで修学旅行みたいな感覚、うん、ああでもないこうでもないみたいな、いろんな話して、すごいなんか俺は刺激的な一日で、いい32歳の始まりやったかなと思います、うん、まあ去年31歳で200万人登録して、やっぱこう数にもこだわりたいなって、やっぱなんかそこなくしてはあかんかなって YouTuber、うんうん、やっぱ自分の中で面白いとか熱いとか情熱を追求する上で結果も大事かな、
そこにちゃんと心を入れて、うん、だからこそ本物になりたいなと思ってて、うん、大事にして、そしてだからビッグで優しい人間になりたいなと思ってます、うん、なんか本当の意味で影響力をつけれたらな、それが、みんなの感動やったりとか人生を楽しむきっかけになればなと思って、うん、はい、いろんな形で、こういった形でもそうやし、もうジョーという人生を日記みたいに、ジョーのブログということで、うん、Vlog ということで32歳もね、謳歌していけたらなと思います。まだまだ次は300万人、数字的には。でももっとスターになって日本を盛り上げたり、誰かを救えるような人間になりたいなと思ってます、うん、お母さん産んでくれてありがとう、うん、育ててくれた親父やったりおかんありがとう、そして、いつも支えてくれてる皆さん本当にありがとうございます、はい、本当に生きててよかったなと思いますマジで。天で見てくれてるおかんもこれを見て喜んでくれてると思うし、こうやって友達と一緒に楽しい瞬間を過ごしてるっていうことを天に向けて伝えられたらなと、うん、YouTube だけじゃなくて、そうやってなんかこれからも心からこの人生を思う存分楽しみたいと思うので、ジョブログの視聴者さんもみんな一緒に、俺と一緒に楽しみましょう。まあいろいろ辛いこととかしんどいこととかみんなそれぞれあるとは思うねんけど、うん、ジョブログがこう見たら今日も一日頑張ろうとか楽しもうとか、なんかハッピーな気分になれたとか感動したとか、そうやって前向きな気持ちになるようなチャンネルにこれからもしていきたいなと、うん、その中でやっぱオンリーワンでかつトップのチャンネルに持っていきたいなと思います、うん、スターになりたいなと本当の意味で、うん、なんかただ単に結果を出すだけのスターじゃなくて本当に心を込めた人に寄り添えるスターになれたらなと思ってるんで、32歳のジョブログもよろしくお願いします。はい、ガンガンこうガンガンこうこうガンガン肉こう、うん、ねえ、どんな寝方してんねん。寝られへんやろ、それじゃ。ああ、雨とったわ。寝れるか、そんなの。いや、広く使った方がいいかな。いや、使い方間違ってるよ。悪い。悪くはない。悪くはないけど。別に寝れんのやったらいいやろ。うん、全然、どうぞ、ご自由に。けど寝にくいからやめるわ。いや、もう楽しかった。ねえ。あっという間やった。最高の時間でしたわ。うん。うわぁ、最高や。何かマシュマロや。いや、一個言い忘れてたんですよ。何誕生日おめでとうございます。おっさおっさすぎてる。いや、多分言ってたよ。言ったかな。おやすみ、ありがとう、いつも。いえいえ、こちらこそです。うん、おやすみなさい、うん、おやすみ。ほんま最後の誕生日やった、ほんまに、ありがとう。はい、やりたい。